ミナコと、ナイミナミは、アメリカ生まれ兵庫県西宮市出身の歌手。韓国のガールズグループ、トゥ i イスのメンバーである。1997年3月24日、アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに生まれ、兵庫県西宮市で育つ。小学校から高校まで、小林精神女子学院に在学していた。幼少期より11年間、バレエを習っていた。 中学生の頃、K-POP に興味を持ち始め、K-POP、ダンススクールであるユーリジップに通っていた。歌手になることを夢見ており、日本で、いくつかオーディションを受けていた。高校2年生の時、阪急百貨店梅田のデパート地下で母親と、ショッピング中、JYP エンターテインメントの社員からスカウトを受けた。その後、グローバルオーディションを受けて合格。親の反対を押し切り、 高校を中退して、韓国へ渡り、2014年1月2日に JYP エンターテインメントの練習生となった。2015年5月5日より、ネットで放送された、韓国のオーディション組、Sixteen に出演。練習生期間が1年10ヶ月と出演者の中でも、特に経験が浅く、パクジニョンプロデューサーにも、見慣れない顔と言われるほどであったが、 最終的に16人の出演者の中からデビューメンバーの9人に選出された。その後10月20日に TWICE のメンバーとして正式にデビューした。2019年7月11日、極度の心理的緊張と不安のために予定していたワールドツアーの欠席を発表。後に病名が不安障害と診断された。同年10月、TWICE の4周年記念ファンミーティングにて、 一時的なサプライズ登場を果たすものの JYP エンターテインメントは今後のスケジュールは未定であり彼女の健康状態を何よりも優先させると説明。休業中にリリースされたアルバム Feel Special と AndTwice では楽曲レコーディングとミュージックビデオの収録には参加したがテレビやコンサートの出演は残りの8人で行った。前日したファンミーティング以降 本人は自信を取り戻したと語っており、10月以降は TwiceTV や V ライブ等の公式映像に登場するなど、歌番組への出演以外の仕事をこなすまでに回復。2020年にリリースされたミニアルバム More and More の活動では歌唱姿を披露し、無事に復帰を果たした。11年間のバレエ経験を生かした、優雅でしなやかな動きのダンスが得意である。 上品でしとやかな大和なでこのような人柄のため、特技であるバレエにちなんだ、ブラックスワンの異名を持つ。一方、甘えんぼで寂しがり屋の一面もあり、メンバーの後ろをついて歩いていくことから、ファンの間ではしばしば、ペンギンとも呼ばれている。趣味はゲームで、休みの日には3時間をゲームに費やしている。また、手先が器用で、刺繍や編み物が得意である。 韓国ギャラップの2019年、アイドル選考度トップ20で20位にランクイン。ありがとうございます。